ニューイングランドなどの様々な場所に生息しています。恐ろしいことに、ライギョはアジアやアフリカの在来種です。北アメリカでは外来種ということになります。つまり捕食者を持たないため、手がつけられないほどに数が増加してしまう可能性があるのです。なんと大型トラックの正面につけられた動物のぬいぐるみにはどんな意味があるのだろうと考えたことはありますか？このようなぬいぐるみは船首を飾る装飾用の像と同じ役割を果たしています。船やトラックの正面につけられたシンボルやマスコットには、世界に自分たちの正体を知らしめるという効果があるのです。マスコットからは、トラックの運転手たちは無害で遊び心にあふれているというメッセージが伝わってきます。近寄りがたいスパイクタイヤで道路を占領する巨大な道路の野獣と見られているのを自覚して、トラックの運転手はこのようなメッセージを発する必要があると感じているのかもしれません。ゴミ収集車の正面につけられたぬいぐるみの動物を見たことがあるかもしれません。こういったぬいぐるみの多くはゴミ箱から救出された子たちです。古くなってガタが来てはいますが、ゴミ収集車に温かさと愛嬌を添えてくれます。ご自身の愛車にバンパーステッカーを貼り付けることと似ていますよね。要はカスタマイズ目的なのです。この瞬間に火星に行ったとしたら、皆さんは火星の風の音を聞くことができるでしょう。研究者によって火星に設置されたセンサーが感知した振動は、世界で初めて録音された火星の風の音であることが分かりました。人間が感知できるデシベル数で、皆さんでも火星の音を聞くことができます。ただヘッドフォンを使用しない場合は聞き取りは難しいでしょう。およそ50年前、フランス出身の男性が変わった課題に挑みました。軽飛行機セスナ150の感触です。危険物を食べることができる変わった体勢を若い頃に身につけた男性。あれ、お母さんはどこかな。実はこの男性、移植症という珍しい病気を発症し、食べ物ではないとされるものが食べたくてたまらなくなる症状に悩まされていたのです。例えばおもちゃ、芝生、飛行機一機など。男性は2年間かけて巨大な金属の食事を完食しました。金星は太陽系の中で唯一時計回りに自転する惑星です。初期段階の太陽系はガスと塵の渦巻く雲でした。幼稚園児の時の私みたいですね。しばらくして崩壊し、渦巻く円盤となり、太陽のみが中心に残ります。結果、他の惑星はすべて中心にある恒星の周りをほぼ同じ面で回るようになったのです。惑星は回転方向も同じです。上から観察するとほぼすべて時計回りに回っています。ただし天王星の場合は横倒しに回転し、金星は逆向きに回転しています。回転方向が他と違う理由には、おそらく大昔に巨大な小惑星が衝突し、この2つの惑星が軌道から外れてしまったことが考えられます。地球の大部分は海、海洋、湖、川などの水で覆われています。ただもし全ての水分が蒸発して巨大な嵐となって地上に降ってきたとしたら、地球上全体が 2.5 センチの雨で覆われるだけでしょう。でも金の場合そうはいきません。金の大部分は地球の核の近くに埋蔵されているため、全ての金で地球上を覆った場合、金の層で膝の高さまで埋もれます。そうですよ、大量の金が地中に埋まったままなんです。まだ地球が形成期であった時代、溶解状態にあった金が地下へ沈んだとされています。しかし現在の我々がこの金に行き着くことはできません。残念ですね。虹は日中しか見ることができないと思いますよね。実は虹は夜間にも発生します。月光または月光虹と呼ばれるこの珍しい視覚現象は、月からの光が空中の小さな雫によって屈折して起こります。一番輝く満月の時であっても、月は太陽に比べて光の量が格段に少ないため、月光は光が弱く珍しい現象です。電子レンジの発明者は、現在電子レンジとして使われている機械を意図して生み出したわけではありません。振動電磁放射線を発生させる電気の口笛のようなレーダーマグネトロンの実験中、
試行錯誤し、マグネトロンの値を高めていくうちに、ポケットに入れていたピーナッツクラスターバーが溶けていることに気づいたのです。この仕組みで再び実験を行おうと彼が用意したのがトウモロコシと卵。この実験の結果、もともと証明しようと思っていた技術よりも潜在的にはるかに便利な技術を発見したということに気づいたの。置いたらフラップを破らずに便器の中に垂らしてください。そうすれば流した時にフラップが引っ張られてそのまま流れていきます。歯磨き粉のチューブの端にある黒い正方形や長方形にはどんな意味があるのでしょう。色で成分を示しているんだと思いますか？それとも人工か天然かを示しているのか。実を言うとあまりエキサイティングな理由ではなく、工場の機械のための目印で、機械がチューブを切断して折りたたむ時に使われるものなんです。スーパーマーケットから家に帰る途中に勢いよく曲がりすぎて、トランクの中の食料品がめちゃくちゃになってしまったことはありませんか？トランクをよく見てください。小さなフックに買い物袋をかけられるようになっている場合があります。前部座席の後ろについている場合もあります。洋服や持ち帰り用袋にも使えますよ。皆さんも客室乗務員が通路を歩いている時に頭上のコンパートメントに触れているのを見たことがあると思います。別にそこら中に触れるのが趣味というわけではなく、歩いている時に捕まるための取っ手を掴んでいるんです。機内を歩いている時にバランスを崩しそうだったら使ってみましょう。他の人の座席に捕まるよりも歩きやすいですよ。かなり嫌な顔をする人もいますしね。ピカピカな真鍮のドアノブは玄関のドアの見栄えを良くするためだけに使われているわけではありません。真鍮は他の同合金と同じで、多くの有害な細菌やバクテリアに対する抗菌作用があります。交通量の多い地域では真鍮製のノブと取っ手を使うことで、強力な化学物質を使わずに厄介な細菌を取り除くことができるので重宝されています。唯一の欠点は、真鍮が他の金属よりもかなり高価だということ。そのためこれからはあまり使われなくなるかもしれません。あなたの歯ブラシは白い部分と青い部分に分かれていますか？これには歯ブラシをスタイリッシュに見せる以外にも実用的な目的が隠されているんです。青い部分は歯ブラシを交換する時期に摩耗するように設計されています。 1,2 ヶ月に一度は歯ブラシを交換しなければなりませんが、それを忘れてしまった場合には軽く青い毛に触れてチェックしてみましょう。次は毎日歩いている時に踏みつけているのに特に気にしないものを考えてください。マンホールの蓋が丸い理由は何だと思いますか？古代ローマなどの過去の文明では蓋は正方形の石板でできていました。でもその端の部分や段差によってつま先の怪我など事故が続出したのです。その結果、丸い蓋にすることによって問題が解決されました。それに開ける時にも特別な工具が必要になるので、グッドアイデアだったと言えます。魔法瓶を発明したのはスコットランドの科学者ですが、当初の目的はコーヒーを保温するためではありませんでした。単に化学物質の温度を安定させたかったのです。彼は小さなボトルを大きなボトルの中に入れて、2つのボトルの間を真空状態にしたのです。ちなみに現代の魔法瓶でもこれと同じ技術が使われています。外国の一般家庭で使われるピンクッションはなぜかトマトの形をしたものが主流です。そしてなぜか小さなイチゴがぶら下がっているのですが、これは何のためなのでしょう。私は生物学者ではありませんが、トマトの茎からイチゴ。スーパーのショッピングカートには金具がついています。脱いだ上着はジャガイモや玉ねぎでいっぱいのカートの中には入れたくないですよね。この金具に服をかけることでカート内の整理整頓が上手にいくようになります。またカートの底にはもう一つカゴを置くスペースがあります。金具部分を引き上げることでその場所が確保され、車輪真上にカゴを入れることができます。カゴはフックで固定しましょう。歯にパセリが挟まった時はこの裏技を使いましょう。デンタルフロスがたるんで仕方ない時は結び目を作れば OK です。歯磨きの縞模様はそもそも変と思われるかもしれませんね。これはマーケティングの手法。70年代当時大手だった歯磨きブランドが2つの効果を強調するために中身に青の縞を足したんです。
真っ白な歯磨きでも効果に変わりはありません。一方、歯ブラシの青い毛にはちゃんとした意味があります。この色が薄れてきた頃に歯ブラシを取り替えるとちょうどいいスパンになります。南京錠の底には小さな穴が開いていますね。その隠れた目的は、サビを防ぐために水を抜くためなんです。また潤滑剤を入れる穴でもあり、そこにオイルを垂らすだけで動きがスムーズになります。10セント硬貨などには周りに枠のような盛り上がりがありますね。その昔、人々はコインの端を削って溶かし、偽造硬貨を作っていました。このデザインのおかげで削られた硬貨は一目でわかるようになりました。オレンジの皮の剥き方でお困りの方、まずは上と下を切り落とし、皮に縦の切り込みを入れたら一発です。クリームや軟膏の容器のキャップには尖った部分が仕込まれています。チューブは金属ホイルで蓋がされているため、このキャップを逆さまに差し込んで開けるんです。こうすることで爪を割る心配もありません。ペットボトルのキャップにある内蓋は当たりと書くためのスペースだけではありません。これが気体の漏れを防いでいるんです。キャップは液体の漏れを防ぎ、内蓋は気体の漏れを防ぎます。飲むまでフレッシュというわけ。海外の消しゴムには2色のものがあり、使う側それぞれに用途があります。青い側はより分厚い紙に書かれた何かを消すのに適しており、紙が耐えられればインクでも消すことができます。ヘアピンは向きを正しく使わないと固定されません。溝が下側に来るように止めましょう。それでも安定しないという時は、ヘアピンにヘアスプレーを吹きかけてからつけてみましょう。多くのガラス瓶の底にはへこみがありますね。ワインを注ぐ時にそこに指を入れるとおしゃれに見えます。このへこみの専門的な呼び方はパント。喫茶店でよく目にするシュガースティックは簡単に開ける方法があります。本来の方法です。それは真ん中から折るというもの。手に砂糖がつきませんし、ゴミも散らかりません。これにはコーヒーもにっこり。コットンのパッケージに糸がある場合は、バスルームのフックにかける用と覚えておきましょう。毎回紐を引っ張る必要はありません。パッケージの底部分にはラインが引かれており、それを開ければ簡単に取り出しができます。ドアノブは多くの場合、真鍮や銅、その他の銅の合金でできています。その理由は抗菌作用、微生物の繁殖を抑えてくれるんです。これらの金属の表面では数時間で微生物がいなくなります。でも手洗いをしなくていいわけではないので、しっかりと。瓶の首が長いのはなぜか。瓶を持つ時には首を持つのが正しい作法です。胴体を持ってしまうと中の温度が上がってしまいます。ワイングラスなども同じ理屈で、ステム部分を持つことで飲み物の温度が冷えたままになります。ジッパーが2つって面倒ですよね。でもこれは防犯用の仕組みで、この2つをロックしてしまえば簡単には開かなくなります。ロックを持っていないのであれば、紐で縛ったりクリップを通したりして、スリの被害をなくすことができます。シャツの襟の裏にあるボタンはネクタイを固定するためのもの。スルスルネクタイが抜けるようでは困りますからね。靴の製造業者はお客様が第一ですから、ランニングシューズには靴ずれを防ぐ仕組みがあるんです。どんなすごい仕組みかと思いきや、それはスニーカーの上まで開いている靴紐の穴。この余分な穴に逆にレースを通し、クロスさせてループに通します。紐を引けば足がしっかりと固定されるんです。さあ走りましょう。バッグや靴、おやつなどに入っているシリカゲル、捨てるのはもったいない。乾燥剤として使えるので、靴が湿った感じがするときなどにはこれを数個一晩靴の中に入れておけば大丈夫です。シャンプーの使い方間違っていませんか？シャンプーは髪の毛にではなく毛根に使いましょう。生まれる泡がどのみち髪を洗ってくれます。ノートの縦線は欄外のメモや落書き用スペースを作っているのではありません。
書かれた内容を守るための仕組みなんです。導入された当時、人の住居にはネズミがまだたくさんおり、彼らが紙をかじってしまうことで被害が起こっていました。そのため縦線を引くことで外からかじられて、道路や建設の作業員はオレンジ色の服を着ていることが多いですが、それは明るいオレンジの色は悪天候の時でも見えやすいためです。人の注意を最も引きやすく、警告を与えることができる色です。それで安全ジャケットやロードコーンもオレンジ色のものが多いんですよ。アメリカの止まれの標識はドライバーが裏側からでもそれと分かるように八角形になっています。そして標識が光を反射しなかった頃は、夜八角形の形でドライバーが他の標識と混同しないようにしていました。道路の端のスピード防止帯は運転中に居眠りするドライバーに注意喚起するためにあります。車のタイヤが防止帯にはみ出すと、音と振動が目覚まし時計のような働きをするんです。ガソリンスタンドの燃料ホースには磁石のロックがあります。ガソリンのノズルを入れたまま誤って車を発進してしまった場合に役立つんです。この場合、ロックが自動的にホースを外します。恥ずかしいですね。ガソリンが水たまりに入ると虹のように見えるのは水と混ざらないからです。水の上に薄い膜を作るので、光がガソリンと水に同時に反射すると虹色に見えます。燃料を入れる缶に持ち手が3つついているのは、2人で運ぶときに燃料を均等に持てるようにするためです。ガソリンの缶には注ぐときにもう一つの口を開けられるようになっていることがよくあります。空気の通り道ができるとガソリンが溢れなくなるため、無駄になることがないんです。ガソリンの缶にはだいたいキャップ付きの穴が2つあります。大きな口と小さな口です。大きい穴からガソリンを入れるとき、小さな口のキャップも開けます。そうするとゴボゴボと音を立てて服や地面にこぼれるのを防げます。他にも私たちが見逃しがちな小さなものがあります。軟膏のキャップの尖った部分です。軟膏のチューブはプラスチックのフィルムかホイルで密封されていることが多いですが、それを指で開けるのはおすすめできません。尖ったところで押せばしっかり密閉されていても簡単に開けられますよ。大抵はスクリュードライバーはレンチと一緒に使うと回りやすくなります。そうすればずっと少ない力で済むんです。手の届きにくいところにも届きやすくなりますよ。お店や銀行、病院には監視カメラが設置されていて、もし何かあった時に警察や救助を呼ぶことができます。カメラはいろいろな問題を解決するのに役立ちますが、飛行機にはなぜかカメラがついていません。それは乗務員が機内の秩序を守っているからです。でも深刻な問題が起こっても乗務員は何もすることはできません。それに飛行機内から逃げることはできませんよね。なのでフライト中はカメラがあっても役に立ちません。またフライト後にカメラの代わりに乗客が証言することができますよね。カメラは役に立たないので、わざわざコストをかけて設置していないのです。水は分子が三角形なので、物をきれいに洗うことができます。酸素原子1個と水素原子2個でできていますので、H2O です。分子は反対側が磁石のように少し違っています。それで水は汚れを構成するものも含む他の分子に簡単にくっつくんです。家の多くは屋根が三角になっています。雨や雪、落ち葉が傾斜を滑って落ちるからです。これらのものがすべて家の上に溜まっていくと、いつかは屋根が崩れてしまいます。嵐が来るとき、雲が黒っぽくなるように見えますよね。ですがこれは錯覚なんです。晴れた日の薄い雲は日の光をよく通します。そして光スペクトルのすべての色を散乱させます。それで雲が白く見えるんです。ですが雲は分厚いほど水滴を多く含み、光が通りにくいため色が黒く見えるんです。ドアノブにおすすめの素材は真鍮、銅、または銅合金です。これらの金属には抗菌効果があり、細菌が広がるのが遅いんです。またわずか数時間で細菌を除去することもできます。でも手を洗わなくていいってことにはなりませんよ。ダイヤモンドは対称の形をしているのでよく輝きます。
最初はそれほど美しくないのですが、何段階かを踏んでカットされ、エレガントなダイヤモンドとなるんです。ほとんどの石は丸い形で角が少し尖っています。この形が一番よく輝くからです。コンセントに2つの穴があるのはなぜでしょうか？左の穴はニュートラル、右の穴はホット。そして外国でよくある下の穴はアースです。電気はコードを通っていかなければなりません。電流はホットの穴から流れてきて、例えばスマホの充電器を通り、ニュートラルの穴に流れていきます。ジーンズについている小さなポケットって何のためだろうって思ったことはありませんか？昔の人は懐中時計